こんにちは、Tスタイルです。今日は広島県の府中市にあるキャンプ場にソロキャンプに行ってこようと思います。今日行くキャンプ場は畑加湖っていう湖に隣接したキャンプ場で、どうやら釣りも楽しめるみたいなので、今日は釣りとキャンプ、そしてドライブ、これらを楽しんでいこうと思います。それでは行ってきます。現在国道2号線を走っています。岡山県の笠岡市から広島県福山市に入っていきます。今日はあいにくの天気で、雨が降ったり止んだり、そんな感じの天気です。でも今日のために釣り竿を買ったんですよ。僕はこの Z に詰めるような短くなる釣り竿を持ってなかったので、今回わざわざ短くなる釣り竿を買いました。でこれを早く試してみたくてですね、今日天気が良くないんですが、キャンプとバス釣りに出かけることにしました。福山から北上して府中の方を目指していきます。感じで、高所恐怖症の人は怖いんじゃないかっていうぐらい見晴らしがいいです。だいたいキャンプ場ってこういう山ん中とか険しいとこにあったりしますよね。今日の荷物を紹介します。荷物、今日はこんな感じです。テントとマットと、これはごまごましたもので、あと寝袋と中華鍋。荷物は少なめにしてきました。ここにクーラーボックスと、あと釣り竿ですね。これは小さくなるタイプの釣り竿です。まだ使ったことないので、早く使いたくて、今日は雨ですがキャンプに来たというわけです。着きました。はい、今受付を済ませてきました。この畑加湖の周辺がキャンプサイトになるみたいです。それでは行ってみます。
はい、ビールのあて焼肉ですね。焼肉を作ろうと思います。日が暮れるまではまた釣りをしようと思います。行ってきます。これだけしか持ってきてません。とりあえずこれで。はい、おはようございます。朝になりました。今朝ごはんを作ってます。夕べは釣りに疲れてテントに入って横になった瞬間に寝てしまいました。まあソロキャンプなので自由にできるのはいいですね。火がつい、今日はご飯を炊いて豚肉を炒めて朝ごはんとします。ジェットも見えます。テントの中からご飯を作るっていう物臭スタイルですけど、まあ何でもいいんですよ。いただきます。昨日釣れなかったんで朝にもう一回釣りして帰ろうと思います。
残念ながら釣れなかったんですけれども、キャンプは楽しくすることができました。ドライブもね、非常にいいものになってよかったです。またどこかに出かけたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。